じゃあ探偵撲滅の続きやっていきます。第3章で前回が機械生命体みたいなやつ、どうもあれ SPX っていうみたいなんですけど、ショータイトルにそう書いてあったんで、多分その SPX っていうのが機械の名称かなと思われますが、ちょっとこの章でなんか怪しいフラグ立ってるなっていう個人的に思ったのが、まあ、この人かな、社畜探偵ね。まあ、前回も最後なんか外道とあれこれ言い合ってたし、まあ、前章の時点でいろいろあったんですけども、外道と社畜に関してはなんか過去にあったんじゃないかと思われる節が多々あるので、ちょっと要注意と見ていきましょう。じゃあそのままやっていきますね。その後例のメカが飛び出してきた隠し通路の奥をみんなで調査を始めた。無能君、何か見つかったかい？お、早速話しかけてきた。ね、それが例のメカのバッテリーを充電する装置らしきものがあるくらいで、他には何も見つかりません。なるほど。それであのメカはこんな場所に長年放置されていても元気に動き回れたというわけだね。なんか知ってんじゃないのあんた。地下牢の塵や埃の溜まり具合から考えても、放置されていた期間は1年や2年といったレベルじゃない。相当に腕のいい人が開発したことも伺えるよ。せっかく隠し扉を見つけたのに、ただのトラップだったんでしょうか。いや、それにしては手が込みすぎているよ。侵入者を撃退したいと思うなら、わざわざ隠し通路に仕掛ける必要もないだろう。この通路に隠された何かを守る意味合いがあったと考えるのが自然だ。もっともこの暗さでは何かあったとしても見つけようがない。明かりは作れないの？科学君に照明でも作ってもらった後に、また改めて調査をするのが良さそうだね。実はどっかにスイッチありましたとか、スイッチ押したら電気つきましたとかないかな。みんなで交代で休憩を取りつつ、数時間かけて調査したけど、見つかったのはメカを充電するためのケーブルくらいのもの。めぼしいものや新たな隠し通路の手がかりは皆無だ。事態が進展したと思いきや収穫なし。一日の努力が徒労に終わったことで、みんなの顔に疲労の色が見え始めている。皆さんどうなさいましたの？表情に気合が感じられませんわよ。お前は大して何もやってねえもんな。家族さん。いつから隣にいましたの？またそのネタかよ。ずっといたよ。影が薄いだけでね。そう、やたらそれ強調してくるのが逆に気になんだよ。まったく、あのメカと戦っていた時くらいの存在感を普段から出しておきなさい。ごめん、全処するよ。なんかギャグっぽくやってるけど、これなんかのフラグになってると思うんだよな。ところで今日はもう調査を切り上げたいと思うんだけど、どうかな。今日は例のメガとの戦いもあったし、みんな疲れていると思うんだ。それはそうですが、食料に限りもありますのに、ここでこれ以上時間を使ってしまうのは。その方がいいと思います。これ以上今日調査を続けるのは危険です。お、なんか科学的な根拠を述べてくれる？科学くん、浮かない顔をしてどうしたの？もしかして例のメカを調べて何か分かったとか。僕が作りましたとか言わないよな。はい、大変なことが分かりました。何ですか？あの白い子の名前は SPX-01C、はい、正真正銘探偵同盟の技術を利用して開発した機体です。あ、じゃあお前が作ったのは。探偵同盟の技術を？どうして探偵同盟がこんなものを？それは分かりません。ですが僕は探偵同盟の技術協力を受けた際に SPX シリーズと呼ばれる警備ロボットの資料を読んだことがあります。なんで探偵に警備ロボットが必要あるんだよ。それじゃあまさかこのメカは本当に探偵同盟が作ったってこと？いえ、そこまでは分かりません。仕組みさえ分かれば取り入れるのは難しくない技術ですから。
それから科学くんは警備ロボット SPX シリーズについて覚えている範囲で解説をしてくれた。長くなりそうだな。 SPX シリーズは登録されたマップ情報とボディに内蔵されたレーザーセンサーで周囲を把握し、移動しながら対象を、索敵ん？っていうもの？もし、ん？対象を発見した場合は追跡モードに移行。対象を感知できない状態が一定時間続くまで対象を追い続け、追跡の障害となるものもろとも、無力化を図るらしい。ホームズさんが殺されたのもあの黒い SPX が追跡モードに入っていたからなのだろう。あの黒い SPX は何なのか、なぜあの場所に置かれていたのか、何をきっかけにして追跡モードに移行したのか。ホームズさんの死の謎を解くためにも早くこの地下からは脱出しないといけない。無能さんは追跡遊具クンクンクンを覚えてますか？一番最初に使ったやつか。覚えてるよ。クローラーがついていて血の匂いを追跡するフレンズだよね。ええ、あのフレンズのクローラーは探偵同盟から技術提供を受けて取り入れたものです。例の白い SPX にはそのクローラーと全く同じ技術が使われていました。探偵同盟が開発に関わったことは間違いありません。そしてシリーズと関する以上、他にも複数体の SPX が存在するはずです。もしかしたらこの地下室の中にもまだ。こんな危ないメカがまだ他にも。あんな人外相手にさ、もう何回も言うけど探偵の力は無力だよね。想像しただけでゾッとした。あの白い機体を機能停止に持ち込むだけでもみんなで力を合わせる必要があった。もし疲労した現状で遭遇した場合を思うと、とてもじゃないけど調査を行う気にはなれない。ありがとう科学くん、君が継承してくれて本当に助かったよ。家族さん、社畜さんの言う通り今日はもう休みましょう。今の状態では別の SPX に勝てないかもしれません。でも皆さんが万全の状態ならきっとまた勝てると思うんです。その機能停止に持ち込んだ SPX をさ、改造して自分たちは味方にできないか。我も無能殿に賛成である。焦りは油断を、油断は思わぬ怪我につながるものだからな。僕も賛成。家族さんの気持ちもわかるけど今日は休もう。少女は無言のまま皇帝の意志を込めてうなずいてみせた。リーダーである私よりも無能な庶民への賛同者が多いだなんて、どういうことですの？一回も誰もリーダーと認めてないけどな、お前のことは。SPX を倒せたのも無能君の気づきがあってこそだしね。まあそんな気にせずに。だいたいあの生き残ったやつで序列一番上なの下道だからね。家族5位だけど下道4位だから。気にしてなどおりませんわ。私が庶民に嫉妬するなどありえません。そう、下道話に入ってこないな。家族さんがなぜかプリプリしているのが気になったけれど、社畜さんの言う通り今日は調査を切り上げることになった。看守室に簡単な調理器具があったわ。缶詰ばかりの食事も寂しいし、私が簡単に夕食を作るからみんなで集まって食べましょう。食材はあんの？やっほー、姉さんに飯を作ってもらえるなんて最高だぜ。またこの通路に集まりゃいいんだよな。ええ、看守室は狭いし椅子も足りないから、ここにみんなで集まって食べましょう。無能ちゃんや文学ちゃんも来てくれるでしょ？はい、喜んで。文学さんも一緒に食べるよね？いやー、ブリティッシュサンドじゃないとダメだわ。少女は何も言わず、ただ一度思考を返した。あれ、思考って読むんだ。我々ももちろんご一緒するのである。みんなでこたびの勝利を祝そうではないか。僕がいるとまた例の警備ロボットみたいな危険と遭遇するかもしれないし、ヤマトさんがいれば SPX の駆動音にだって気づけるはずです。
むしろ今はみんなで集まって行動した方が良いと思いますよ。科学君の言う通りだ。単独行動をしていてみんなの気づかない場所で SPX と遭遇することだけは避けないと。だから今日ばかりは単独は控えてもらえるよね。家族さんに下道君。なんか妙に念押ししてきたな。これもなんかフラグになってないか。私はただ例の通路に忘れ物をしたから取りに行こうとしただけですわ。一人でも調査を続けようなどとは思っていません。命じられるのは趣味じゃないけど、今日は素直に従うとするよ。俺もじっくりと観察したい人がいるからね。また含みを持たせる、そうやって。こうして僕たちは全員で夕食を共にした。限られた食料を生かして作ってくれた美食さんの祖国であるロシア、ロシアなんだ。ロシアの料理はとても美味しくて、疲れ果てていた体にとても活力をくれた。食事の間会話が絶えずみんな笑顔だった。でも食事中ホームズさんがずっと考え込んでいた。食べれないからね。ホームズさん、何を考え込んでいるんですか？妙な予感がするんだ。君たちは着実に前へ進めているはず。なのになぜかこの先に袋小路が待ち受けている予感がしてならないんだよ。私にはもうエンドシーンが使えないのだがね。平気ですよ。あなたの代わりに僕がちゃんと未来を見ますから。まだあんまり使いこなせてるとは言い難いからな。誰も死なせたりしません。僕がこの力でみんなを守り抜きます。エンドシーングを過信してはいけないぞ、ワト君。先ほどの SPX との戦闘でも言ったが、起こり得る結果を見たからといって未来を変えられるとは限らない。時には分かっていても避けられない結果もある。現に渋谷探偵なんてそうだったしね。避けられない結果、言っている意味なんとなく理解できたけど、あまり自分の中に響かない。マジかよ、わかるだろう。確かに白い SPX との戦闘では機能停止に追い込むという結果ではなく、3つの穴から正解を見つけ出して攻撃するという、過程が重要だった。でも SPX の結果が分かれば、おのずと過程も分かるものじゃないとだろうか。今頭の中で考えている内容も全部私には入ってくるぞ。まあ腑に落ちないのも分かる。私もかつてはそうだったからね。ごめんなさい。まあね、結果だけ分かっても、まあなんでその結果になったかが分かんないと意味ないからな。まあなんとなくなんでそうなったかが分かる時もあるけども、完全に心を読んでいたらしいホームズさんに慌てて謝ると、彼女はとても悲しげに表情を歪め、つぶやくように語る。いずれ君も経験をするさ、必ず。今まで見てきたどんな顔よりも悲しげな表情を浮かべて、4日目、夜、その日の晩。科学くん？ん？監視室のシャワー浴びると、牢屋から出ると科学くんが食事場所でもあった広い空間で作業をしていた。科学くんの目の前に置かれていたのは意外なもの。科学くん、それってはい、例の白い SPX です。この先に何があるか分かりませんから、可能な限り分解して調べておこうと思ったんです。だと自分の手駒にすればいいじゃん。一人でこんな大きいものを分解しているの？安心してください、一人じゃありませんよ。誰？科学の坊ちゃん、監視室から椅子と工具箱を持ってきたぜ。この椅子の上に工具箱を置いておきゃいいんだよな。我は言われた通り針に結びつけられていたワイヤーをちぎってきたのである。簡単な作業だな、二人とも。お手伝いをしてくれてありがとうございます、二人とも。僕は力仕事が苦手なのでとても助かります。そんなこと言って、実はめちゃくちゃ力あって普通に歩けたりするんじゃないの？そんなことない？武装さんとヤマトさんが手伝っていたんだね。どう、
何かいい情報は見つかった？ええ、バッチリ解析できました。電源のコードが切れて機能を停止させただけみたいで、内部の基板には傷一つついていませんでしたから。美食の姉さんがナイフを突き刺した穴の先にはコードがあったってわけか。警備ロボットのくせにそんな明確な弱点を作るなんざ理解できねえな。推測ですが、誤って組織の関係者を襲った場合の安全装置なのだと思います。コードが切れた程度ならすぐに修理が可能ですし。科学殿、先ほど頼まれてワイヤーからちぎったこの針、妙に軽いぞ。金属が使われているのは先端だけなのであるか。軽い金属ってこともあるんじゃないか。いえ、感電させる必要があるので内部にも軽い金属の芯が入っていると思います。ですが軽量化のためにほとんどは強化プラスチック製みたいですね。ほら、この迎撃用の長い針も羽みたいに軽いですよ。動きが鈍くならないよう必要な箇所以外は軽量化しているんでしょうね。本当だ、全然重さを感じないね。科学君から長い針を受け取って持ってみると、そのあまりの軽さに驚いた。襲われていた時は猛獣の爪のように感じられた針も、こうして手に持ってみるとまるでおもちゃだ。あれほどの戦闘力を持ちながら実体は針ボテも同然とは、苦戦した身としてはもどかしい気持ちなのである。軽量化は武器の基本だ。極論、その針は先端を刺せりゃ電流で相手を倒せるんだから、先端以外を軽くするのは当然だろうぜ。先端を重くすりゃ射出するのにも有利だしな。あら、なんか随分それっぽいこと言うな、珍しく。凶器として効率のいい構造なんだね。話を聞けば聞くほど危険な兵器だと思う。なぜこんなものを探偵同盟が作ったのか理解ができない。にしても腹が立つメカだよな。いくら安全装置が用意されているからって探偵同盟のメンバーに襲いかかるなんてよ。警備ロボットだっていうならちゃんと仲間か敵かの判断くらいしとけってんだ。それは仕方ありませんよ。この子はカメラに映ったものを無差別に追尾するようプログラミングされているのですから、この子とか言っちゃってるし。そのように設定したのは僕たち人間です。 SPX を恨むのは筋違いですから、どうか恨まないであげてください。そんなこと言われたってよ。リーダーだってこいつらに殺されたんだぜ。恨み事の一つだって出ちまうだろうよ。僕たちが探偵としての役割を全うしているように、SPX のようなメカたちも自分に与えられた仕事をこなしているだけなんです。見てくださいよ、この手も足もないボディを。人々を見守り脅威を排除するためだけに機能が洗練されています。武装さんのまとう鎧と同じです。そうなのか。なあ、わかるぞ科学殿。我の鎧もその電子からくりと同じく命を守るために研ぎ澄まされたものだ。そこに悪意など存在しない。なんか暑苦しい話になってきたな。悪意を込め争いに利用するのはいつだって人間なのである。ええ、その通りです。僕は SPX を悪用してリーダーを殺した犯人を絶対に許せません。お前だったりしねえか、大丈夫か。科学探偵の名にかけて探偵同盟に潜んだ犯人を必ず逮捕してみせます。探偵同盟に潜んだっていうのは確定なのかな。いや、確定でしょ。犯人は研究棟の職員を全滅させただけでなく SPX の性能を知り尽くしています。探偵同盟の内部に深く入り込んでいて、かつ相当な恨みを持つ人物に間違いありません。僕らの中に潜んでいる可能性だって十分に考えられます。柴田さんの他にもまだ敵が潜んでいる、まだ悲劇は終わっていない、目を背けたくなるような事実を前にして一人考える。
ほんの1時間前に僕たちはみんなで食事をとった。みんな笑顔で楽しげに会話をしていた。あの笑顔が嘘だなんて信じたくない。仲間を疑うことなんて僕には。何をくよくよしてんだよ、無能の兄さん。山田さんに軽く頭を叩かれた。顔を上げると山田さんはニカッと、歯を見せて笑った。もし俺たちの中に敵がいるとしても別に気にする必要ねえだろ。あんたが信じたいなら信じていりゃいいじゃねえか。でも僕が渋谷さんの正体に気づいていれば、赤井さんは心の底から信じて裏切られたなら仕方ねえよ。それよりも半端な思いのまま行動する方が後悔が残る。男が一度信じたならビッと最後まで突き進もうぜ。お前は女だけどな。山田さんは僕よりもずっと男らしいね。僕も君くらい強くなれたらいいんだけど。悩まねえコツがあるんだよ。悩まないコツ？ああこいつさ。ん？こいつ？ヤマトさんがそう言って懐から小さな、札の束を取り出してトランプのようにシャッフルしてみせた。見た限りでは花札のようには見える。この札がコツってどういうことだろう。俺は迷った時こいつを引くようにしてるんだ。一枚引いて桜の札が出たら5、それ以外なら諦めるって寸法よ。カード任せってそれはいいのかな。考えてもみろよ。悩むってことは自分を信じられねえってことだろ。だったらよ、いざって時には自分より信じられるやつに頼りゃいい話じゃねえか。俺にとってこいつは自分よりよっぽど信じられる相棒なんだよ。兄さんも試しにやってみな。決意が固まるぜ。そう言って山田さんが僕にカードの山札を差し出してきた。思わずその場で固まってしまう。今まで通り仲間を信じるか諦めて疑念の目を持つようにするか、こんな大事な選択をカードなんかで決めていいんだろうか。無能の兄さん、もっと気楽に考えな。僕の心地を察してか山田さんがカラカラと気やすい声で語る。自分が本気で選ぼうとする決断ならこんな札一枚に左右なんかされねえ。されるはずがねえ。自分が本当に選びたい選択を後押ししてくれるはずだ。だから引くんだよ。自分の決断を信じてな。桜の札が出たらこうだね。やってみるよ。じゃあそれ以外が出たら諦めるとはどうする。信じないってことか。僕は言われた通り山田さんが手にした札を一枚引いてみた。どうだい、あんたの決意は固まったか。うん、固まったよ。桜引いたのは。おう、僕は自分の引いた札、桜に幕を山田さんへと手渡して決意を言葉にする。もう迷ったりしない。僕は仲間を信じるよ。この矢先に裏切られたりするんだろう。もう消灯時間か。そろそろ自分の部屋に戻ろう。何かが起こるな。これ照明の明かりが落ちて消灯時間となった。 SPX の検証に使っていた椅子と工具箱を監視室へ戻しに向かうと、あ、ちょうど監視室から出てきた飛躍君と出くわした。って無能君たちか。びっくりした。てめえこんなところで何してた。飛躍君は軽く飛び上がった。その体から、その体からは上がる湯気とほんのりと香る石鹸の香りから監視室に備わっているシャワー室を使ったことがうかがえる。飛躍殿は怖がりであるな。いや、この暗がりだと仕方ないよ。すぐ前方のものだって見えないしね。まあ俺みたいに視力や聴力が優れてなきゃ恐ろしいだろうな。うん、武装さんは特に
そのお化けみたいだから、うん、お化け、うん、まあそれこそな、もし洋館の中にそのまだ いたとしたら、なんかその洋館に飾られてる鎧とかありそうだもんね。なぬ我がか。確かに動く甲冑ってオカルトみたいだよね。日本の有名なお城でもそんな話があったような。非科学的な話はやめてください。早く帰りましょう。非科学的だ。おやおや、科学の坊ちゃんはもしやお化けが苦手なのか。違います。科学に携わるものとしてそのような子供騙しの話は虫図が走るだけです。じゃあ虫図を走らせまくってやるよ。山の中で暮らしてると例の一人や二人アホほど見ちまうからな。やめてください。やはりあなたは野蛮です。もっと探偵らしい理知的な発言を心がけてください。そんな賑やかなやりたりをしつつ自分たちの牢屋へ向かっていると、途中で思わぬ人物と遭遇する。誰？奇遇だね。みんな仲良く揃ってどうしたんだい？ゲドト探偵は解体された SPX の前に座り込んでいた。嬉しげに SPX に触れながらニヤニヤと笑っている。それはこっちのセリフだよ。君の方こそ何をしてるんだ。そんなに敵意を向けないでくれよ。せっかくいいことを教えてあげようと思ったのにさ。まあなんだかんだ真理をついてくれるからなこいつは。そう言って下道探偵が SPX を指さした。刺された方を見てみるものの、それはさっきまで僕たちが検証していた時と変わらずバラバラの状態のままだ。特に変化は見られないようだけど。あ、長い針が消えてる。ん？言われてみると確かに科学が分解して置いておいた針のうちの一本がどこかに消えていた。僕たちは監視室に物を運んで飛躍君と出会って戻ってくるまでの時間は10分にも満たない。一体誰が何のために持ち去ったというのだろうか。ついに始まるみたいだね。始まるって何が。そんなの決まっているじゃないか。ゲドウ探偵の口角が三日月みたいに釣り上がる。俺たちの中に混じった殺人鬼と俺たち探偵との殺し合いが始まるんだよ。ああ、感じるよ。この暗闇の中に潜む殺意を愛おしいほどに感じる。なんかこいつは八つ焼き子関係なくなんか殺しにかかってきそうだな。また意味わかんねえこと言いやがって。そろそろ黙らねえとマジで口を聞けなくすんぞこのイカレ野郎。いやこいつリアルファイトも結構強いはずだぞ。ヤマトさんが下道探偵と近づいて胸ぐらをぐいっと掴み上げる。しかし下道探偵はそれに一切動じず楽しげに言葉を続ける。わざとらしく怒ってみせるなよ。本当はみんな分かっているんじゃないか。探偵なんて全員何も起きない退屈な日常に我慢できず殺人鬼と関わり合う探偵という名の非日常を望んだ命知らずたちだ。俺も君も他のみんなも狂気と嘘と殺意が渦巻く非日常にそそられている。全員イカれているのさ。まあ何らかの尖った特徴はあるからね。みんな多少なりともイカれてはいると思う。てめえと一緒にすんじゃねえ。俺はあの人の役に立つために来たんだ。イカれた考えなんざ一切ねえんだよ。あの人誰だ。美食のこと。かっこいいね。でも俺は知っているよ。おや、君のお母さんは明けぬ夜事件の被害者だろう。またその話か。
だからこそ君は強く育てられたんだ。どんな犯罪者にも後れを取らない探偵を生み出すためにね。もうてめえは死んどけ、ド変態野郎。ヤマトさん、ダメだ。あ、なんだこの描写は。ヤマトさんと芸道探偵の間に割って入ると同時に、ヤマトさんの拳を思いっきり頬に食らって吹き飛んだ。なんだ、お前が吹き飛んだんかい。背中を床に強く打ちつけ、胸が苦しくなる。息ができない。口の中に徐々に金属の味が染み渡っていく。ぼやけた視界の中、たくさんの足音が駆け寄ってくるのを感じる。無能の兄さん、大丈夫か。本当にすまねえ。意識が混濁しています。監視室から氷を持ってきますね。おやおや、大事な仲間を殴るなんてひどいね。てめえ、もう一発ぶん殴ってやるから面を貸しやがれ。もう一発っていうか当たってなくないか。ヤマトさん、落ち着いて。彼の言葉を真に受けちゃダメだよ。我は無能殿を牢屋のベッドへ運ぶのである。これ以上喧嘩を続けるというのなら、無能殿を運び終えた後に我がまとめて引き受けよう。ああ、なんか珍しくブチ切れてんな、武装も。仲間同士でいがみ合うなど間違っているのである。武装さ、みんなの声は聞こえるものの、声を出すことはできない。徐々に薄れていく意識の中、僕は武装さんに抱きかかえられ運ばれていくのを感じた。硬くていてんだろうな。僕を呼び止めて何のよ。お、大した意味はないよ。ただ一晩だけ俺と君の部屋を交換してほしいのさ。お、何の意味もなくそんなことしねえよな。気づくと僕は奇妙な迷宮の中にいた。コンクリート作りの無機質な壁で作られた迷路の中を一人で進んでいく。またか。迷路の奥から聞き覚えのある機械音が響き渡ってきた。嫌な予感がして駆け寄ってみる。すると、昼間に遭遇した白いドラム缶型のメガがいた。その傍らには血濡れの少女が倒れている。胸に槍が突き刺さり、噴水みたいに血を吹き出した状態で、ふーんと漂う生臭い血の香り、少し嗅いだだけで頭痛がするほどのその金属臭は、僕の冷静な思考を奪うのに十分すぎた。逃げなきゃ、そう口に出そうとしたところで自分の背中に何かが触れるのを感じた。もう一体。振り返ると背後にも SPX がいた。さらにすぐ近くからクローラーの音がする。どんどん自分の元に集まってくる SPX。 あまりにも非現実的な光景のおかげで、逆に冷静になってきた。まさかこれはエンドシーンが見せた未来。この先で僕が辿るのはこんな結末だとでも言うのか。一体僕の身に何が起ころうとしているというのか。そんなの信じてたまるか。全力で駆け出して反応される間もなく、次々と SPX たちの間をすり抜けていく。たとえ本当に今見ているのが未来の結末などとしても、最後の最後まで諦めない。絶対に希望を見つけ出してみせる。視界にバチバチと火花が走って、周囲の世界に光が満ちていく。気づけばそこは見慣れた牢屋。同じく見慣れた奥のベッドで誰かが横たわっている。でもおかしなのは、その横たわる誰かの胸から何かが伸びていることだ。それは誰かに持ち去られていた SPX の針であった。近づかなくても分かるくらいにその針は深く深く刺さっていて、絶望的なまでに死体だった。
ベッドから跳ね起きて暗がりの中を見渡す。死体はない。 SPX も例の針も見当たらない。血の匂いだってしない。先ほど見た光景がただの夢であったことに安堵し、深く息をついた。また悲劇的な結末を見たみたいだね。でもそんな僕の安堵をかき消すようにホームズさんが現れて語る。見えたのだろう、誰かが死ぬ光景が。確かに世の中で誰かが死んでいる光景が見えました。誰かまでは分からなくて、それになんだかいつもより断片的でした。なるほど、情報が不足している状態だな。ここは慌てずに、また明日から情報を収集するといいだろう。情報を収集するって、そんな悠長な。また誰かが死ぬかもしれないんですよ。今からでも情報を集め始めるべきではないですか。直情的な点は君の愛すべき性格の一つだが、今回ばかりはじっとしておけ。この警告はマジでなんかあるな。君も昼に言っていただろう、今も単独行動をするべきじゃない。ああ、そういうことね。万が一の場合に孤立していたらあまりにも危険だ。でも僕はちょっと周りの様子見てきてくださいよ、リーダー。もう目の前で誰かが死んでいくのを黙って見てるなんて耐えられない。今の僕に何かできることがあるなら何でもやってみたいんです。白い SPX の針が凶器に使われるなら、犯行を止める手がかりが SPX の残骸に残ってるかもしれない。今から調べに行ってきます。本当に一度決めたら頑固だな、君は。これなんかもう殺人が起こって逆に犯人に決めつけられる展開になるんじゃない。これ以上は止めないが、くれぐれも気をつけてくれ。下手に足音を立てて誰かを起こしてしまったら、後で疑われるだろうからな。それね。はい、最新の注意を払います。鍵を開け、真っ暗の牢屋の外へと出てみた。金属製の扉がすれキキキと音を立ててしまい、早速ドキリとしましてしまう。そうだ、扉開けるだけで音鳴るんだから。危ない危ない、この地下牢では些細な音も反響しがちだ。耳のいい山田さんの部屋は通路を隔てた向かい側だし大丈夫だと思うけど、もっと慎重に行動しよう。ホームズさんと共にそろいそろいと慎重に歩を進め、白い SPX の残骸の元へと向かう。できる限り足音を立てないよう注意するものの、完全には音を消せずもどかしい。そんな僕を見て隣のホームズ様はクスクスとおかしそうに笑った。君は探偵なのに足音を消すのが苦手なんだな、かわいいやつめ。これでも十分消せているでしょ、これ以上消すなんて無茶ですよ。だって考えてみたら、最初にあの老子探偵尾行した時完全にバレバレだったからな。甘いぞワト君、熟練の探偵なら気性の荒い猫にすら気取られることなく接近することが可能だ。ペット探しは軽んじられがちだが、わずかな情報から対象を見つけ出す情報収集能力と、気取られることなく接近する追跡能力が問われる難易度の高い仕事なんだよ。あれ、なんかそれ得意じゃなかったっけ。アルバイト先の先生は僕にペット探しばかりをさせてましたけど、修行の一環だったんでしょうか。きっとそうさ、探偵の基礎を身につけるのには最適な仕事だからな。そんなことを話している間に白い SPX の残骸の元へとたどり着いた。ただすぐ目の前にそれらしき影が見えるけど、あまりにも暗くてよく見えない。探偵デバイスのライト機能を使っても何も見えませんね。ライト機能を使って見えないとかあんの。当たり前だろ、ここは太陽の日差しの一筋すら入ってこない地下だ。手のひら台の光源では足りなくて当然だよ。そっか。流行る気持ちはわかるが、やはり無理に調査などせず、このまま起きてこの地下室を監視していたらどうだ。
その方が良さそうだよな。怪しい動きをしてる奴がいたらわかるわけだし。それが妥当なところかもしれませんね。僕以外に起きている人の気配もしませんし。ところがどっこい、誰かがいるんだよなきっと。以前も言った通り、エンドシーイングは万能の力じゃない。見えない情報を追おうとするよりも、見えた情報の中で何とかした方がいいんだよ。せめて懐中電灯があればな。誰か持ってねえのか。まあ、持ってたら特に使うか。ん？ライトを消せ、ワト君。どうしたんですか？思わず声に出してしまった僕の眼前にホームズさんが迫った。いいから消すんだ。それに声も発するな。誰かが君を狙っている。そんなバカなと言おうとして黙り込む。それから言われた通りにライトを消して周囲を見回してみたものの、怪しげな影は何も見つからない。何もいませんよ。何か見えたんですか？いや、ただ気配を感じただけだ。姿が見えるどころか足音すら聞こえない。勘違いなんじゃ。避けろ！ん？こんな暗闇で避けろも何も。突然横へ飛んだことで背後から白い SPX の針らしきものが飛び出してきた。横飛びのおかげで針の先端は僕の体から外れたものの、針は僕の回避行動を読んでいたみたいにゆっくりと僕の体に近づいて、なんでホーミングしてくるんだよ。ん？体に触れた途端に、バチリと音がした。それから視界が幾度か瞬いたかと思うと、体がふっと軽くなって意識が遠のいていった。起きろ、起きろ、ワト君。ん？どこだここ。まぶたを開くとホームズさんが心配そうに僕の顔を覗き込んでいた。周囲を見渡すとコンクリートに囲まれた奇妙な空間、インテリアに一つもなく、ただ四方に通路が続いているのが見えるのみ。そのあまりに無機質な光景にゾクリと背筋の凍る土管がした。ホームズさん、ここは一体僕はまだ夢を見てるんですか？すまない、私と君の意識はリンクしているから、君の意識が途絶えていた時に何が起こったかは分からない。だが目の前の光景が夢じゃないことは確かだ。どうやら君は何者かに気絶させられ、この場所に運び込まれたようだな。どうして僕を、何のために。ちっ、この機械を聞き覚えはないか。また聞こえんのかよ。凄まじい機械音が反響し、周囲のコンクリートがビリビリと揺れた。間違いなく SPX の発する音だ。しかも音は徐々に近づいてくる。この部屋の四方の通路、そのいずれかから迫ってきている。どの通路だ、どこから来てる。これ選択させられないか。大丈夫か。探偵同盟の総力を結集して、ようやっと機能を停止させたメカだ。今見つかってしまったら間違いなく命はない。まるで死神の絶叫のようにも、感じられる機械音が徐々に近づいてくる。呼吸が乱れる、心臓がうるさいくらいに暴れている。落ち着け、ワト君。君にはエンドシーイングがあるだろう。ああ、そこで使うのね。今の状態で SPX と遭遇すれば悲劇の死は避けられない。ならばエンドシーイングを使えば確実に未来を予知できるはずだ。どの通路から来ているのかを予知しろと。言われてやっと思い出した。確かに今こそ悲劇を予知するエンドシーイングの力が生きる場面。四方の通路をそれぞれ眺めて意識を集中させる。すると、正面の通路を見つめた瞬間、真っ赤な SPX に、切り刻まれた。自分の血しぶきが視界を赤く染めていく。
血を拭い去ったみたいに何もいない平和な世界が目の前に広がった。平和じゃないけどな、決して。頭の奥が熱い。ちゃんと、エンドシーンで未来を見ることができたようだ。どうやら SPX は正面の通路から来るみたいです。よし、ならば向かって右手の通路へ逃げよう。このままここにいても見つかるだけだからな。ホームズさんに言われるが早いが、急いで右手の通路へと向かった。 SPX の機械音が離れていく。どうやらひとまず巻くことができたらしい。ただ今自分がどこにいるかは、依然わからないままだ。エンドシーイングの反動は大丈夫か？頭が焼けるみたいに痛いですけど、意識ははっきりしてます。少しは慣れてきたのかも。そうか、それはよかった。ならこの先は何が起こるかわからない。いつでもエンドシーイングが発動できるようにしておこう。歩いても歩いても変わり映えしないコンクリートの通路が続く。一定のリズムで反響し続ける自分の足音でめまいがしそうだ。その無機質な音の繰り返しを聞いているうちに、僕の中で徐々にある感情が湧き上がっていく。それは既視感。今自分の歩いている場所を過去にも歩いたことがあるように感じられた。そういえば、僕が10年前の夢で見た SPX は赤かった気がする。そしてつい先ほどエンドシーイングで見えた SPX も同じ赤色だった。ただの偶然だろうか。エンドシーンが僕の視認した情報に基づいて形作られる未来の光景だ。僕のトラウマが予知した光景に反映される可能性も十分に考えられる。でもあるいは、ホームズさん、もしかして昔一緒にこの迷宮を歩いたことがありませんか？どうしてそう思うんだ？今までに何度もこの迷宮を夢に見たことがある気がするんです。それに10年前に僕の囚われていた地下室と隣接していますし、何らかの目的で連れてこられたとしても不思議じゃないと思って。なるほど。それなら私たちが誘拐されていた10年前に訪れたことがあると考えるのも当然だな。てか今2人なんだから、その話を詳しくしてよ。でも不思議なのは SPX の存在です。 SPX がいるということは、この通路も探偵同盟と関わりがあるんですよね。序列2位のあなたなら何か知っているんじゃないですか？そろそろ知りたがる頃だと思っていたよ。何から話せばいいかな？まあゆっくり話している状況ではないけどね。脱出しないといけないから。ホームズさん悲しげに目を伏せ、とうとうと語り出す。はじめに言っておくが、これまでにも伝えてある通り、私も全てを知っているわけじゃない。例えば SPX についてはほとんど知識がないんだ。どうして知らないんですか？探偵同盟で開発していたメカなんですよね。部署は違うんだよ。どうせ正確には違う。あの SPX シリーズやこの迷宮、そして例の地下室を作ったのは探偵同盟の元となった組織、秘密警察なんだよ。秘密警察？秘密警察？警察内の組織なんですか？いや、警察の名を冠しただけの全く別の組織だ。探偵同盟のように表沙汰にできるような活動もしていないから、名前を知る者もまずいないだろう。変な組織ですね。何のために作られた組織なんです？明けぬ夜事件を解決するためさ。当時からすでに著名な探偵であった老子君や魔界君とも協力関係にあったと聞いている。また明けぬ夜事件か。あの二人と協力関係に、目的だけ聞くと真っ当な組織に思えますね。ああ、目的は真っ当だったよ。だが手段が良くなかった。下道探偵みたいなことか。それは八崎公が明けぬ夜事件の影響を受けていることは知っているな。ええ、下道探偵がそう語っていました。
化けの夜事件で実現できなかったことを引き継ごうとしているみたいだって。ああ、その通りだ。しかしそれは別に八つ崎港に限った話じゃない。明けぬ夜事件の以降、後継者を名乗る者の犯行が相次いだんだ。へえ。その対応に追われるうちに秘密警察は歪んでいく。後継者を生み出さぬよう非人道的な行為にも及び始めたそうだ。君や私が監禁されていたのも彼らの犯した罪の一つなんだよ。まさか10年前の誘拐事件を引き起こしたのはその秘密警察っていう組織だったんですか？驚きつつも腑に落ちる点がいくつもあった。あの事件は犯罪規模の割に報道も少なく、ただ大規模な犯罪組織による犯行とぼかされた結末を迎えていた。やっぱりあの事件には裏が隠されていたんだ。それに外道探偵が語っていたこの島に集まった探偵たちの共通点、明けの夜事件とのつながり、ホームズさんと僕も明けの夜事件とつながっていたんだ。秘密警察は明けの夜事件の再来を未然に防げるよう超人的な能力を有する探偵を作り出そうとしていた。私たちはその実験のために誘拐されていたんだよ。事件を未然に防ぐってどうやって？そんなの非現実的すぎますよ。君はすでに手に入れているじゃないか。未来の悲劇を見てそれを防ぐことのできる非現実的な力。あれ待って、エンドシーングってなんだ、人工的に植え付けられた能力だったりする？もしかして。10年前の誘拐事件、未来を見る能力エンドシーイング、そして超人的な探偵を生み出そうとしていた組織秘密警察、ようやく全てがつながった気がした。そうかな。全てがつながってはいないな。気づいたようだね。君に宿ったその異能エンドシーイングはまさしく秘密警察の非道な実験によって生み出された力なんだよ。そっか。FF7 のあの ソルジャーを作るためのやり方みたいなもんかな。君に私の力が引き継がれた理由は他でもない、君が私と共に10年前に同じ実験を受けた同志だからなんだ。この感覚は、あ、なんか近づいてくるかな。まあちょっと時間定的に一旦ここで区切っておこう。